阪神近本のサクセスストーリーがすごかった。2018年のドラフト1位で阪神タイガースに入団した近本浩二選手、当時地元関西で甲子園優勝の大阪桐蔭藤原選手を外し、次に有力視されていた辰巳選手を外し、外れ外れ1位で指名された近本選手に対し、心ない阪神ファンから誰やねんという意見が殺到。そんな批判に大阪ガスの応援団員がツイッターで激怒。いらないんだったら返せよ、近本は来年レギュラー取って活躍するから、ずっと見てきた俺が保証するから、お願いだから応援してあげてください。そんな大阪ガスファンのツイートの通り、近本選手はキャンプから猛アピール。開幕2番を勝ち取ると、開幕戦では同点タイムリースリーベースを放ち勝利に貢献。その後も活躍を続け、セリーグ新人安打記録を更新する159安打36盗塁で、球団では赤星選手以来14年ぶりの盗塁王に輝きました。そして今では阪神の顔となる選手になっています。ドラフトの評価はすぐわからないですし、長い目で温かく見守っていきましょうね。以上です。